電気ガスの販売ソリューション活動提案の能動的な営業活動を全面的に自粛いたします。を記載しております。また、後ほどご確認お願いします。それと別紙の2、禁止するということではないと思っております。公益性にをしっかり遵守する形での業務遂行、外部の人材を活用した検証体制の構築というのを求められているかと思うんですけども、患者さんの場合、先日来関西電力送配電株式会社の管理する当社以外の小売電気事業者様のお客様の情報、これについて、当社が閲覧して活用していたということをご報告してまいったところでございます。小売電気事業者間の公正な競争を揺るがす大変不適切な事案でございます。これを発生させたことを大変重く受け止めております。改めて深くお詫びを申し上げます。当社として今回の事象の原因究明、業務運用やシステムの総点検、また広域性等の法令に関する理解とコンプライアンス意識の再徹底に向けた研修や教育に最優先で取り組まなければなりません。本日以降、4月末までの間をこれらのに集中的に取り組み、適正な競争環境の下で小売業務が実施されることを確立するための機関として、電気・ガスの販売、ソリューション活動、提案の能動的な営業活動を全面的に自粛いたします。こうした事態を発生させておりますことについて、経営トップとしての責任を速やかに明らかにすべきとの思いから、正式な人事処分に先立って、報酬の 50% 6ヶ月間、実習的に返納をいたしたいと考えております。